博多駅来てます。役所行って資料もらったり、銀行行ってですね、用紙をもらって書き込みの方法を教えてもらったりとかできましたけど、急速に変わってるとみんな言いますね。本当驚いたのは、ここ観光バスの駐車場なんですよ。全部スカッとないです。ここも観光バスが待機してたんですけど、それはもうない。無駄に駅前のビルが建ってるのは、もう事務所もいらないですよね。こういうところではね、リモートワークだから、こういうところも作り替えるというか、内容をですね、変えましてですね、やっぱり時代に合ったものを変えていかないといけないです。